新世紀エヴァンゲリオンとの深い関係を発見。はい、どうもニューニーです。本日はワット番外編をお送りさせていただこうかなと思っております。ということで今日ねお話ししていただきますのが、一応第2弾ということで、いつもコメントをいただいております通りすがりの仮面ライダーさんから、お話をしていただこうかなと思っておりますので、この後しっかりね聞いていただければなと思います。めちゃくちゃ面白いです。ではお聞きください。どうぞ。ニヤニヤチャンネル。あの YouTube の方でニヤニーの方からお題をいただきました。仮面ライダーリバイスの出てくる組織であるデッドマンズとフェニックス、はいはい、であと牛島一家の組織と思われるウィークエンド、それの関係とエヴァンゲリオンの中に出てくる人類保管計画に関する、はい、まあ、関連性という部分についてちょっと私なりの考察を踏まえて交えてちょっとお話ししたいんですけれども、はい、エヴァンゲリオンにおける人類保管計画ですね、それのまあ内容についてあの話すともう1時間でも2時間でもかかるような深い深い内容が関わってくるので、はい、まあ、誰にでも分かるようにある程度端折って概要だけ述べてみたいと思うんですけれども、はい、まず人類保管計画っていうのはですね、エヴァンゲリオンの作中に出てくるゼーレっていう組織とゼーレ、はい、ネルフ、そして新劇場版の Q から出てくるビレっていう組織があるんですね。ビレ、はい、まあ、3つの組織があるんですけれども、はい、それで、まず人類保管計画とは 何ぞやっていう部分からお話しするとですね、はい、まあ、ざっくりといえば人間同士の争いや差別、貧困、虐待などのない永遠に存在し続ける世界というのを、作り出そうっていう目的なんですね。はい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 。で、まあ難しいことなんですけども、平たく言えばですね、あの鍋にですね、はい、人間をドバドバッとぶち込んで、はい、グツグツ煮込んで一つの スープにしてしまおうとそんな感じなんですかあれって。そうです、そうです。へえ。あのニヤニーさん、私、視聴者っていうこういう個々の人間という存在のない一つの生命体ですね、はい、あ、そういうことなんですね。集合体を一つの生物にするような感覚なんですよ。はあ、なるほど、はい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 。そういうのを目指している、まあ、人類の進化って言いますかね、はい、うん、世界を作り変えようっていうのがまあ目的なんですよ、そういう世界に。なるほどね、はいはい。それがまあゼーレっていう組織の目指している人類保管計画っていう計画なんですね、はい、そしてそこに次に出てくるネルフっていう組織は何かっていうと、ゼーレっていう人類保管計画を推し進めようとする組織の、はい、まあ、あの下部組織ですね、うん、子会社みたいなもんで、はい、それのまあ日本支部って言いますかね、はい、うん、それに協力する組織なんですけれども、はい、でそこでは何をしているかっていうと、はい、ゼーレの推し進める人類保管計画を成し遂げるためには、人類を襲ってくる敵の存在である使徒っていうものがあるんですけれども、使徒、あ、あれですね、お化けみたいなやつですね。お化けみたいな、ちょっと人型のお化けみたいな生き物がいるんですけども、はいはい、それを滅ぼすっていう建前があるんですよ。お、なるほど。人類を守るためにあの人と戦うっていう建前で、はい、表向きは活動する組織なんです、はい、でもその人類保管計画を達成するためには、本当はその使徒を滅ぼすことによって、まあ、の儀式が行われて、それで人類保管計画が成し遂げられると。はいはいはい。でも人類はそれを知らされていないんですよ。おお、なるほどね。ただ、うん、ただ襲ってくる敵と戦っているっていう表向きの理由だけしか知らされていないんですね。ああ、じゃあネルフイコールフェニックスってことですか。そういうことです。はあ、なるほど。ネルフイコール、まあネルフイコールフェニックス、うん、まあそうですね、表向き戦ってるのはそういうことになるんですよ。で要はゼーレがデッドマンズ。あ、なるほど。まあ、意味合いちょっと違うんですけど、まあ、位置づけ的にはデッドマンズがゼーレっていうことに私は考え捉えてるんですよ。でエヴァンゲリオンの劇場版の中では最後の新エヴァンゲリオン
劇場版では、はい、その前のエヴァンゲリオン9というのもあるんですけれども、はい、そこで初めてあのビレっていう組織が出てくるんですね。ビレ、はい、先ほどお話しした3つ目の組織、はい、でそのビレっていう組織はもともとゼーデンに協力していたネルフの組織 の, あの一員であるあの桂木美里とか、はい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 、勝良治とかそういうメンツがネルフ の, あの本当の狙いを知ってへ秘密を知ってしまって、はい、こんな組織に協力してられるかっていうことで、はい、レジスタンスを起こしては新たな組織として立ち上げたのが第三勢力のビレっていう組織なんですね。はい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 、あそうなんですね。そうなんです。ミサトってあれですよね、発信っていう人ですよね。発信、あーとも言いますね、うん。その人がじゃああれなんですね、ビレに行くってことなんですか、移籍したってことなんですか。そうですね、うん、立ち上げた張本人ですね。なるほど、うん、へえ、まあ、本当に立ち上げたのは梶良治っていう男性のキャラクターなんですけれども。ああちょっとイケメンキャラ的なやつですよね。そうそうそう、イケメンの、うん、女ったらしの。ああはい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 、あそうなんですね、うん。でその2人で、まあ、新たな組織を立ち上げたのが、まあ、ビレっていう組織で、はい、そこで、まあ、最後エヴァンゲリオン旧新エヴァンゲリオンでゼーレと戦うわけですよ、はい、ほうほうほう、対立するんです、はいはい、でそのゼーレっていう組織の、まあ、最高責任者であるイカリ・ゲンドっていうキャラがいますけれども、はいはい、まあ、それイコール私的には、まあ、赤い七長官って見てるんですけどね。はいはいはい、でまあそういう3つの組織が対立するっていう構図は、まあ、まさしくデッドマンズ、フェニックス、ウィークエンドかなっていう、あなるほど、ね、3つの構図に、うん、対比ができるなと思って見てるんですけども、はい、でまあその中でですね、ゼーレの人類補完計画の目的を手助けする碇ゲンドウの率いるゼーレですね。ゼーレ、はい、でそれにゼーレイコール、まあ、碇ゲンドウっていうキャラはある意味私的にはジョージ・カリサキかなっていう、ポジション的には、はい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 、うん、で碇ゲンドウっていう人物は、まあ、ゼーレのその人類補完計画に賛同して協力はするんですけれども、はい、目指す方向は一緒なんですけども、はい、その碇ゲンドウにはその人類補完計画のさらに上行く目的があるんですよ。ほうほう、でそれが人類補完計画に加えて碇ゲンドウは独自に目的があって、はい、まあ、一つは、まあ、これ人類補完計画に非常に近いんですけども、はい、AT フィールドの存在しない全てが等しく単一な人類の心の世界っていうのがあって、まあ、AT フィールドっていうのは人間の心の壁っていうかな、そういう意味合いなんですよ。ほう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 、うん、まあ、人間それぞれにはプライバシーっていうか人にはいずれない個々の世界っていうのが必ずあるんで、そういう心の壁っていうのを取っ払ったみんなが等しく単一な人類の心の世界っていうのが一つと、はい、それに加えて貧困も差別も虐待も苦痛も悲しみもない浄化された魂だけの世界、そしてあともう一つがこれが一番重要なんですけども、はい、まあ、碇ゲンドウにとっては過去にゼーレが使徒と戦うために、はい、人類が作り出した対抗兵器っていうのが、まあ、エヴァンゲリオンっていう人型のロボットが出てきますよね、はい、うん、エヴァンゲリオン初号機だとか2号機だとか、はいはい、0号機だとか、はい、人型の、うん、兵器が出てきますけれども、はい、それを作る中で実験の途中で自分の奥さんである碇ゆいっていうのをそのエヴァンゲリオン初号機のに実験中に取り込まれて亡くしてしまったんですね。はあ、はい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 、うん、実験中に亡くなってしまったんですよ、はい、うん、で存在が消えてその自分の奥さんをもう一度会いたいと、はい、ほうほう、世界を作り変えることでもう一度妻を蘇らせて再会したいっていう願いがあったんですね。はあ、なるほどね、はい、限度独自の目的があって、はい、ゼーレの人類補完計画に、協力するふりをしながら、うん、まあ、利用しながらっていうかな、途中までは利用してさらに自分独自の作戦を加えて自分の最終的な願いを叶えようとしたんですよ。
はあ、なるほどね、はい、でそういう部分で私はジョージ狩崎は赤石長官の企みを利用して自分の願いである究極の仮面ライダーを作り出すということに利用しようとしてるんじゃないかと。なるほどね、はい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 、うん、だから2人は表向きは確かに力を協力しているように見えるのも仕方ないのかなと。ああなるほどね、うん、そういうことをちょっと今まで動画中のあの YouTube のコメントに書いてきたのはそういう部分なんですよ。なるほどなるほど。でも玄道と真嗣って親子ですよね。そうですそうです。リバイスで言うんやったら一輝と元太がの関係でもあるってことですよね。もしそれに置き換えると親子、そこまではちょっと考えてなかったんですけど、もしかするとその可能性すら出てくるんじゃないかと。ですよね。僕今元太っていうのは、うんうん、どっちかとレッドマンズより、うん、謎が多いですもんね。心臓もないしとかやったら、だから今聞いててなんかもしかしたら元太ってそういう完全な一番黒幕なんちゃうかなと思って、黒幕というか何かしらの目的のために密かに一人で動いてるみたいな。うん、はあなるほどね。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。であとほらニヤニの動画の中でも言ってましたけど、はい、一輝たちは、はい、あのこれは人類のためだと思って戦っているじゃない、戦っているけれども、はいはいはい、実はそれが本当の人類のためではなかったというようなことを言ってたと思うんですけども、はい、自分は それが正義だと信じて戦っていたのに、うん、実はそれが違っていたみたいなことを言ってたと思うんですが、言ってましたね、はい、うん、それがまさしくネルフでミサトたちが自分それこそが正義だと思って戦っていたのに、あー、そう、うん、それが正義じゃなかったっていうことに気がついたっていう部分。なるほどね。全く同じ、うん、構図でもあるんですよ。なるほど、僕の考えと結構一致してるってことなんですね、うん、じゃあ。そうですそうです。へえー、すごっ。なるほどね、今ちょっと鳥肌だった。あ、じゃあ結構そこはまあ、うん、ビレっていう組織につながる部分がリバイスにも見られるなと思って。だから明日放送の21話でウィークエンドがどういう組織なのかというのが分かってきて、もしそういうビレっぽい要素があったらちょっと来そうですね、うん、そうですね、うん、まあそのままエヴァンゲリオンのその世界観を真似ているとは思わないですけど、うん、参考にはしてそうですね、うん、でも、うん、そういうくだりはね、はあ、うん、参考にはしてそうだかなと思って。うわ、ちょっとおもろいですね、うん、見ててあまりになんかすごく酷似した部分があるから、はい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 、あれこれ置き換えたらすごく同じ構図だわと思って。確かに構図で言ったら結構ここまではドンピシャですね。そうなんですよ。はあ、なるほど。でもそのお母さんが実験で失敗してしまってエヴァンゲリオンになったってことですよね。そうですそうです。なんかこれありそうですね、いろ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 、これエヴァを参考に新しい考察とかできそうですね。うん、うん、できると思います、今後の展開次第では。はあ、うわこれ絶対面白い。はっきりしてない。ゲンタパパとあとママさんもちょっとどう関わってくるかっていうの、ママさんも結構まだ謎が多いですからね。なんだかんだ。でもこうゲンドウとゲンタってやっぱちょっと似てますよね。あ、それもありますね。はあ、なるほどね、これはちょっと面白い話ですね。でね、あとも他にもその、はい、ここも大事なんですけど、はい、人類を襲ってくる使徒っていうものと、はい、人類っていうものはあのエヴァンゲリオンの世界の中ではもともとは共通の生命体なんですよ。どっちも使徒なんですよ、厳密に言えば。まあ、解釈はちょっといろいろ諸説あるんですけど、はい、まず使徒っていうのは遥か昔にあの地球に落ちてきた生命体なんですよ、移住してきた、はいはい、他の星がもともと自分の生まれた星が滅びそうになって移住するために始祖文明ですね、始まりの文明、始まりの生命体っていうのが地球に落ちてきたんですよ。それが使徒っていうものなんですけれども、それには対立する2つの種族があって、はい、1つが知恵は持っていないけれどもその代わりに命の実を持つ生命体と、はい、永遠の命は持っていないけれども知恵を持っている知恵の実を持っている生命体、始祖文明があって、はい、うん、それがあの使徒ともう一つの人類はリディスっていうんですけども、はい、リディスと呼ばれる、まあ、これもある意味使徒なんですよ。
それを踏まえてですね、はい、あの人類補完計画では知恵は持っていないけれども、はい、永遠の生命体になることを目指しているん でそれはあの使徒っていうのを滅ぼして代わりに人類があの知恵を失う代わりにその使徒から奪い取った生命の実を代わりに人類が取り込むことで、永遠の命を手に入れるっていう部分があるんです。はい、なるほど、うん、でそれを成し遂げるためには何かをこう生贄にして、はい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 、うん、まあ、使徒もそうなんだけども使徒とあと信者たちが乗っている初号機だとかそういうのを使って、はい、あの儀式を行う必要があるんですよ。ほうほうほう、世界を作り変えるための、はい、でそれには、まあ、うん、まあこれも話すと長くなっちゃうんでざっくりといえば、まあ、そういう儀式が必要になるんで、その儀式には汚れのない浄化された魂だけの存在のものが必要なんですよ、はい、それと器になるものも必要なんです。ちょっとデッドマツと似てるじゃないですか。うん、そこも似てくるんですよ。なるほどね、アギレラ様に来ますよねそれ。うわ、なるほどね、すごい、おもろ。そこもエヴァンゲリオンとの共通点なんですよ。その儀式を行うために器と魂をそれぞれ、まあ、供物として捧げなければいけないっていう。そのパチンコでしかやったことないんですけど、うん、カオルくんっているじゃないですか。はい、いますね。これって多分結構重要キャラじゃないですか。まあ重要といえば重要ですね。結構特殊な人間なんですよね。そうです、もともとは、知恵は持っていないけど、はい、人側の人間なんですよ。ほう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 、うん、人間の姿形こそしているけども彼も人なんですよ。はあ、なるほどね。で立場的には、うん、先ほど言った使徒の方の。じゃあ結局でもそれは知恵も得てるってことなんですか。知恵を得ているっていうかちょっと彼の場合は特殊なんですけどね。ちょっと私もそこら辺ちょっと混同しててはっきりとは言い切れないんですけども、ただ彼も人間に憧れて真理に近づいてきた部分もあるんで、じゃあ今後もしかしたら人間に憧れて近づいてくる悪魔がいたら面白いですよね。まあそういうことですね、うん、うわ、ただほら人がなぜ人類を襲ってくるかっていう部分は、はい、これもちょっと諸説あるんではっきりとは言い切れないんですけども、はい、要は2つの生命種は共存できないから、はい、人類単純に滅ぼして人間側であるリリスを滅ぼして自分たちが生き残るためっていう説と、はい、もう一つは永遠の命は持っているけど知恵は持っていないから、はい、その逆に永遠の命は持っていないけど知恵を持っている人類に人類からその知恵を奪って完全なる生命体となることを目的にして人類を襲ってくるっていう説もあったりするんですね。なるほど、じゃあ知恵も得て知恵もあって永遠の命もある的な最強な生物ってことですね。うん、それになろうとして人類を襲ってくる。はあ、なるほど。これめちゃくちゃ面白い話じゃないですか、うん、深いんですよ。深いですよね。でもそうですよ、デッドマンズと人間は共存できなさそうですもんね。そうなんですよ。はあ、じゃあそれの争い、やったらどっちにも、うん、どっちとも正義なんですよね。じゃあ行動の心理としたら。そうなんですよ。はあ、そういうことです、そういうことです。じゃあしっかり、じゃあデッドマンズ側にもしっかりした正義はある感じですね。ありそうですよね、うん、なるほどね。これちょっとめちゃくちゃ面白いな。でなんかその今のその感じで言うと、例えばそのエヴァの、うん、あれってもう結末したんですよね。うん、終わりました。それをちょっと踏まえてなんかあります、今後のリバイスの展開の予想であったりとか、今後のそうだな。ただまあエヴァンゲリオンの結末っていうと結局のところ、はい、ゲンドウは自分の行っていた過ちに気づいて、はい、自分の目指していたものは間違いだって結局気づくんですけども、はい、それによって息子であるシンジにその後のことを託すわけなんですね。ほう、はいはいはい。でシンジが選んだことって言えば、結局こんなに世の中を混乱させた元凶であるのはエヴァンゲリオンっていう存在だと。ほう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 。人と戦ってきた、うん、人型決戦兵器エヴァンゲリオン、うん、これが全ての元凶だと、はい、
いうことに、結論付けて、はい、エヴァンゲリオンを世の中から消し去ってしまおうと。おう、うん、それによって新しい、人間が平和に楽しくこれからも生きていける世界にしようっていうのが最後のエヴァンゲリオンなんですよ。じゃあシンジの手でエヴァンゲリオンを潰すんですか？うん、シンジの、まあ、結局はシンジの手で潰したわけじゃないんですけども、はい、シンジはそういうことを決断したんですね。そしたらシンジは自らエヴァンゲリオンの中で出てくる槍で自分自身を貫くことで、はい、その儀式を行おうとしたんですけれども、はい、それをですね、シンジの中に眠っていたあの母親イカリユイが止めるんですね、はいはいはい、自分を槍で貫こうとしたことを、はい、寸前で止めて、でシンジあの突き飛ばして、はい、イカリユイが身代わりとなって自分を槍で貫くんですよ。うぃー、あー、なるほどね。でその時に碇玄道も一緒に現れて、はい、その母親の碇結衣と二人で碇結衣を抱きしめながら二人とも槍で貫かれて、はい、亡くなるんですよ。あ、玄道も亡くなるんですね。そうなんですよ。はー、うわ、これちょっとめちゃくちゃ面白い考察今思いつきました僕。そうなんですか、はい、ちょっとそこまで考えてなかったからつ、ニヤニの考察が楽しみです。なるほど、うん、なるほど。うわ、これ、うん、ちょっとすげえな、これちょっとおもろいですね。完全にエヴァンゲリオンとリンクさせた考察やったらこれめちゃくちゃ面白いですよ。うん、ちょっと面白い見方ができると思います。ちょっと今までこう、ね、出てきた考察なんちゃら説とかをこうグリグリってこう混ぜて考えると面白そうなやつができそうです、うん。そうですね、あと昔 の谷崎さんの昭和ライダーとのつながりという観点も面白いわけですから。面白いですね。で、うん、特にエヴァに関しては今新仮面ライダーが制作中ということで庵野監督で一緒じゃないですか。そうです、そうです。そういうつながりもありそうですよね。確かに東映としてはそこら辺もある程度なんか狙ってそうな部分があるかなと。ありそうですよね、うん。もともとエヴァンゲリオンは結構いろんな部分でいろんな作品に結構オマージュされてますから。あ、なるほど、ね、影響を与えて、うん、今呪術廻戦の作者もエヴァンゲリオンが大好きで。あ、らしいですね、なんかで見たな、うん、はいはい、結構エヴァンゲリオン要素が入ってるし、あの乙骨の声がシンジの声と一緒でめっちゃ似てるんですよね。あれ、うん、声優さん一緒ですから、ね、面白いエキスが入ってきた感じがしております。ちょっとね、こんな感じでよろしいですか？そうですね。よっしゃ。いや、これめちゃくちゃ面白かったです。こちらこそ。ちょっとエヴァに興味持ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ニヤニヤチャンネル。いかがでしたか、皆さん。これちょっとめちゃくちゃ面白かったですよね。ということでですね、近日中に今日、先ほどね、通りすがりの仮面ライダーさんとお話ししていた中でちょっとね、思いついたエヴァンゲリオンと仮面ライダーリバイスをちょっとリンクさせて、めちゃくちゃこのエヴァ色を足したような話で思いついたちょっと考察があるので、これ後日ちょっとお話しさせていただこうかなと思いますので、その他でもエヴァが大好きな仮面ライダーリバイスの視聴者の方もいらっしゃると思うので、そのね、いろんなエヴァンゲリオンとのいろんな面から照らし合わせたリバイスの考察とかも独自で、今、あ、私もそういや聞いてて思ったわみたいなのがあれば、ぜひコメントで残していっていただければなと思います。ということで本日はこちらで以上とさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。ほな。本日の動画はいかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？ああ、そうですか、よかったです。ということでですね、まだ高評価を押していない方はぜひ高評価を押していただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。また明日も楽しんでいきましょう。それではバイバイ。